指名の方始めさせていただきますではですね本日のテーマですが CT の直前対策ということでマスのマス編マスについての対策直前にどんなことをやったらいいかというようなことを少しお話ができればなと思っておりますそうですね直前というとどのぐらいかというと大体1か月切っている場合 を想定はしているんですけれども、えーとまあ、その1回だけの勝負では、えー、ない人が多いかと思いますので、えーと、その次の受験にも活かせるように、一応ですねこう全体感を持ってお話ができればなと、えー、思っています。それでは早速ですが、本編の方に、ね、いきます。えー、まずは、私の自己紹介を簡単にさせてください。その後ですね本編ととととはというところと えー SAT、が新しくなるというのをですねこちらのご存知の方多いかもしれませんがあの中にはですね、えー、と知らなかったとっいう方は結構今でもですねずっと相談して、えー、いる中で、えー、受けられるのでその新しくなる SAT について、まあ、これ今回あの今年受験する方は関係ないので、えー、と直前の対策というところでは直結しないんですけれども、えー、ともし今10年生とか えっと、インターナショナルスチューデントで11年生であれば、新しいやつを受ける可能性は十分ありえますので、まあ、一応触れておこうかなと思います。えー、3番目が、まあ、今年の受験者 A ということで、今年、あの直前の対策ですね、えー、マスについては、えー、そうですね、やり方によっては、あの直前でも、うんあの 何点かは伸ばせると。まあ、本当に50点とか100点でも、えー、伸ばせるところはもう伸ばして、伸ばしていこうということで、はい、え少しでもお役に立てるようなことがお話できればなと思います。で、まあ最後はまとめて、で、最終的には、あの一番最後ですね、ボック練習に最適ということで、弊社でですね、行っているビデオ講座というものもございますので、えー、最後は少しだけ PR させてください。それでは、応演者についてということで。 えっと、私 TCK ワークショップの代表の岡留と申しますと。SAT に関してはですね、あのそうですね、ずっと教育相談含めて、えー、っと担当でいうとですね、えっと、数学を実際、指導の担当をすることも、えー、ございます。えっとまあ、今年もです、ねまあ、例年です、ね、例年ずっとやっていまして、えっと、夏休みの間だけ集中的にっていう方もいらっしゃれば、あの通年でゆっくりこう授業を通して、えっと、準備したい,い方もいらっしゃれば。 本当に様々です、ねえー、かれこれですね、私18年、9年、や約20年ぐらい SAT をずっとあの対策をしてきていまして、えーとまあ、今回のウェビナーだけじゃなくて、過去にずっともう SAT のマスについて、えー、お任せくださいというような、わ、え、り、ー、と,と強気のウェビナーを何発も何発も発信しております。えー、なので、今日もですねご覧になっていただいて、えーと、ぜひお任せしたいというような。 があればいいつでもご相談くださいあの必ず結果を出してーといきますのでぜひ何でも相談してくれればなと思っております。はい、普段はですね、エセティマス以外でいうと、まあ、理数系の科目をずっとこう担当してきておりまして、数学です、ね、数学と,、えー、と統計とか物理や科学といったような科目を中心にあのインターナショナルスクールの 高校生が多いかなと思いますが、えー、中学生ももちろん担当したりもしております。はい、ということで、えーまあ、TGK ワークショップというのはそもそもオンラインの個別指導サービスということで、いろいろなご要望に合わせて1対1のレッスンを提供させていただいております。さあ、ということで。 今回は SAT とはというところであの、まあ、もしかしたら中にはっとそもそも SAT とはということをちょっと知りたいという方が中にはいらっしゃるかもしれないのですごい簡単にかいつまんでまずご説明させていただきます。えっと、ア,メリカのアメリカで行われているアメリカの国家統一試験 言われてているようなものですね位置づけとしては日本でいうセンター試験のようなものなんですが、まあ、勝手やその難易度だったりとか、出題されるもの、科目がまあ全く違くて、えっと、SAT というと、イングリッシュとマスという2科目ですね、英語と数学の2つがセットになったテストになっております。まあ、これをこう同じ同日ですね、同じ日に受けて、で合計点数が。 えっと、現在は1600万点、1600点中の何点だという点数が出て、それを大学出願時に提出することになっております。まあ、コロナで,です、ね、結構状況がいろいろ変わりまして、えっとまあ、この後話す SAT が新しくなるよというのも、えっとまあ、COVID の,、えっと、の対策という流れの。 対策ですね新しくいろいろ変わったということもあって、カレッジボールも SLT を新しくするという、まあ、割と早い決断で早く動いたという感じかなと思います。えっと、そのほか特徴としてはですね、うんえっと、一発の試験ではなく、まあ、この持ち目なんですけど、大体6回、1年間で回数がチャンスがあります。全部受けてもいいですし、まあ、1回だけでもいいですしと。 自分の目標とするスコアに到達するまで頑張るっていう方が普通かなとそういった点ではトーフルにいていかなと思います細かいこと言うと、まあ、今,は今はほとんどないかなと思うんですけどスーパースコアといったりあのはあの科目ごとに一番点数高いのが出せるとかほとんど今ないんですけどあとは、えー、と何回も受けるところ点数が記録されていくと この子は何回受験をした人だみたいなのも、えっと、昔の出願時にはこう見られたりとかいうこともありましたが、今ほとんどないんじゃないかなと思います。まあ、一応それはちゃんと大学の,あのアプリケーションを確認した上でやっていただきたいんですが、ほとんどないはずです。なので、もうとにかく体質高い目標を、えー、達するまで何回も受けましょうというようなものになってます、まあ。ただですね、むやみやたらに受けても、 点数は伸びていかないものなので、ちゃんと戦略的に計画をして、受けにいくというのが普通かなと思います。はい、で、新しくなりますというところで、えー、とぜひですね、これちょっとあの注意していただきたいところなんですが、えーまあ、これ、は引用です、記事、2023年から、なので来年度ですね、来年度から、えーとまあ、この SAT が使用が大きくされると、そんなニュースです。 レー、まあ、これですね、実は ST って結構こうあの大きな変更が何回も繰り返しあって、まあ、直近で言うとオプショナルエッセイがなくなったとか、サブジェクトテストがなくなったっていうのは結構大きなニュースだったんですけど、そこからまあ数年で、ものの数年で5、6年、7年ぐらいで、また大きな変更があるというニュースです。で、えー、と大きな点というと、すべてがです、ね、デジタルになるというところですね。オンンライン でテストただあの、家で受けられるかというと、今、まあ、現段階では、えっと、家で受けるのではなく、テストセンターに行って、パソコンで受けるというようなものになっている。まあ、最終的にはこう、家でもできるようになるのかなという感じのことを書かれているのも書けましたが、えっと、家で受けられるものではないというのは、ちょっと要注意。 でなんか調査によると、実はまあ2021年にこれパイロット版ということで、あのランダムにこうう実際に新しいテストっていうのを学生たちに受けさせて、でそれのこうアンケートっていうのを開いたら、180%の生徒が新しくなったやつの方がいいという,ような回答が出てきたそうです。まあ、やっぱりこうずっとデジタルで学んできた子たちなので、l e ス s s ス r e s って書いてありますよね。 なので、まあ、有利になるのかなというような憶測が今立っています。はい。えっとまあ、じゃあ、アメリカンスチューデント、イ、ま、ン、あ、ステートであれば、例えばアメリカの国籍も持っているよっていう形ですね。であれば、えっと、2024のその次の年の、えー、から、えっと、この新しい SAT に切り替わるということになっておりますので、でえっとまあ、今、9年生であればもう確実に新しい SAT になります。 自由であればインターナショナルか、そうか、どうかで、ちょっとこう、ものを受けるのか、新しいものが変わってくるというような感じですね。えーとまあ、具体的に一体何が変わるんだというのはですね、えーとまあ、結構毎月ずっとチェックはしてるんですけれども、今のところまだまだ新しい情報出てきていません。えー、と言われているのはですね、時間が短くなります。全部でこう3時間のテストがこうギュッと長くなって、えー、2時間。 書いてありますかね, 2, ですね2時間。なので、まあ、こういう点でも、レス・ストレスフルというようなことで、生徒にとっては短めに終わるテストになると。で、えっと、英語に関しては、ショーターパッセージって書いてあるので、イングリッシュの問題を見たことや解いたことがある方は分かるかと思うんですが、結構こう、詰め込んであるんですよね、長い文章が。で、すごい速さで読んでいかないといけないんですが、それがこう、ちょっと短くなるそうです。 えー、どのぐらいこう難易度が変わるとか、えー、具体的にどういうトピックかというのは、えー、一回一切公開はされていませんが、うんまあ、そこまで内容とかその質にものすごく大きな変化はあるとは、ちょっと考えられないかなとは思っています。はいまあ、もう始まってみないと、これは誰も分かりませんとでと。数学に関してはです、ね、全部が選択使えるようになると。 まあこれは結構大きな変化かなとは思います。えーとまあ、このあとですね、9、えーと,まあ、というか、まあ、まだ現行の SAT に関しては、あのノーキャリキュエーターセクション。いいえと結構ずっとまあ10年ぐらいうるさく言っているのは、私は、えー、と計算力はないとダメですよということも断言していっちゃってるんですけども、まあ、この計算力が、うんこの新しい変更で、 どれだけカバーされるのかなっていうところが気になりますがまあそれでも多分計算力ないとダメなんだろうなとうまく作られてくるとは思いますなので、えー、ともう電卓だから全然暗算ができなくていいやとか、えー、と全部電卓任せでいいやっていうようなものではないとは思っていますはいということでこれが新しい SAT ですがで本編ですねえっ、ー、と今年まだ 新しいものではなくて、えー、従来の SAT を受ける方直前の対策ということでいくつか、えーとまあ、対策のヒントを、えー、お話ができればなと思います。えーとですねまあ、まずはというところですが、えー、過去にまあ受験されたことがない場合ですね、えーとまあ、過去にされていてももうそれは3ヶ月や半年前の話だとかいうことであれば えー、まず何点取れるかを、えー、一番初めにやりましょうというのは、まあ、これはもう当然のことなんですけども意外にやられないとや,やらない子がいます、えー、っと,とにかくですねもう時間通り時間を計って、えー、集中した環境で今何点取れるかっていうのをまず3、えー、つかもやってくださいでそれで 何やるべきかを決めましょうとい自分が何かすからん何点取れるかわからない何点ぐらい取れるかわからない今まあ、なんとなく、えー、二次関数が苦手なんだよなとか図形が苦手なんだよな統計が苦手なんだよなっていう感じでワークブックを手に取っていろんな問題ガチャ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 やって、まあ、それでもある程度伸びたりはするんですけれども えー、まあ、とかが知れてるかなというぐらいかなと思います。えっ、ー、ともう本当にあのー、がっつり点数しっかりあ上げたいという気持ちがあるのであればえー、絶対に。まず何点取れるかっていうのを、えー、知っておくべきです。えっ、ー、とまあ、もっと細かく言うと、そのどういう問題で間違えたか？っていうのもちゃんと把握すべきなんですが、とりあえず今何点なの？っていうのを、えー、知ること。ここからです。でですね。えっ、ー、と。 まあ、何点何、何問正解すれば何点になるかっていうのは、一応こう公開されているスケールスコアみたいなのがございます。で、まあ、ただテストごとに毎回こう相対的に評価されていくので、えーと、変わっていくんですけれども、目安としてですね、目安として、えー、58問のテストですね、SAT マスっていうのは58問。 60問のテストで,、えーっとですねまあ、50って言いますけども、まあえー、正確ではまあ50今とも23問ぐらいかな、えー、78問ぐらい間違えたっていう場合にそこで700っていう点数になりますでそこからですねもうざっくり言うと10問ずつなので、えー、っと40問正解した場合600点、えー、30問、えー、正解した場合に500点 20問切っちゃったっていう場合が400点っていうような、えー、スケールになってます。なので、えー、っと500点ですよと500何点、510点、20点、30点だっていう子たちっていうのは58問のうち約50%の問題間違えてます。半分の問題落としてるということなので、えーまあ、それが何を意味するかとかあとは600点の場合は40問ぐらい合ってる。まあ、でも20問ほど間違えてる。 っていうぐらいの正答率で700点リーチしてる人は約10問ぐらい間違えてる感じですね、えー、なのでこの点数のレンジで正直ですね抱えてる課題感だったり、まあ、やるべきことっていうのは大きく変わりますなのでそれもあるので今何点ですかっていうのをパッと答えられるようにはしておかないといけません、えー、例えば500点台540点50点とかであればえっとですねこれはよいしょ はい、対策、えー、この500点台はですね、まあ、まず計算力足りないっていうのが、もうこれは明らかです。計算力あるのに500点台なんだよなって人はですね、えー、多分存在しないので、えー、とこれはですね絶対的に計算力が足りてない、まあ、400点もそうです、500点以下、500、まあ、真ん中以下の場合は、えー、と計算力が SAT マスの求めている基準に対しては達していません。 絶対に出してない。で、えっ、ー、と、さらに、トピックですね。出題されている問題の、まあ、知識だと、式とか、解放、解き方。これが頭に入ってないです。絶対に。っていうのが、えー、大きくあるので、やるべきことというのは、まず、計算のトレーニングです。これやるだけで多分600乗っか,かります。定的に計算をトレーニングするだけで。で、あとは、えー、解放ですね、えー。それぞれの問題。 対してどういうふうに解けばいいかっていうのが出てまスに関してはですね、もう少し具体的にこの後お話ししますが、待ってります。何もですねこう、トップな問題が来て、えーあ、こんな問題見たことないぞみたいな問題をその場で、えー、こう考える思考型のテストかっていうと、全くそうじゃないです。えー、真逆で、出題パターンが決まっていて、 見たら、えー、一瞬でもうパ,パターン認識できるような問題になっていま,ますというのはなので本当に練習量が物を言うというテストになっているのでそこら辺がやっぱり足りてないと600切っちゃうという現象が起こりますで600を超えてる人たちは、うん、とそうですね、えーまあ、基本的には計算もある程度はできていて、えーっとまあ、大体の問題も解き方は大体わかっているけど、まあ、こう全部がこう ちょっと中途半端な感じですかね、えー。計算も少し甘いところがあるし、公、えー、式や解き方も知ってるけど、えー、うろ覚えみたいな。なので解説すれば、ああ、そうだったっていうような、これがずっと連発する感じの子たちですね。で、700言ってる子たち、まあ、7、8問間違えたら700。これを例えば800にしたいんですっていう、まあ、800っていうのはもうノーミスなので、800最終的に取れるか取れないかは、もう本番の運次第だということなんですけど。<laughs> それでも1、2問ミスで抑えて780点とかそういう点数を取りたいっていう子たちはですね、これはもう解き方も分かっているし、計算力も十分に身についている。えー、ただ、なぜかいつも6、7問落としてしまう。これはですね、えー、とかなり個別差が出る、えーとまあ、課題感があります。えー、人によってはケアレスミスの、えー、お、まあほとんどの場合ケアレスミスなんですけども、ケアレスミスをどういうふうに対処していくかっていう、えー、対策になっていきます。 なのでこう、まあ、ざっくりこう100点で区切っていくと,、えーとまあ、やるべきことっていうのも変わってきますので、えー、まずです、ね、自分が何点なのかっていうところをまず最初に把握してでそこからあじゃあこれを今やろう例えば残りの2週間でこれをもう集中してこれをやろうとかというような感じで、えー、と対策に挑んでもらえたらなと思います。 さあえー、とで一応こう重要なのはというところで言うと、うん、まずはやっぱ構成ちゃんと理解していますかというのが、えー、結構これ直前に聞いてもあの答えられないってという子がいたりもするので、SAT っていうのはまず2つのセクションがあって、で20問25分のパーツとがセクション3で、38問55分というパート、合わせて80分のテストになっています。 えー、電卓が使えないというのが前半の10問で残りの38問は電卓を使いながら解くというような構成になっているんですけどもこの時間がですね、えー、と結構やっぱ大事です一つ一つの問題は決して難しくはなくて基礎問題と徹底して作られています、まあ、それがですねこう姿形を変えて、まあ、しかもこう英語で バーっていろんな文章が書かれながら作られているんですけれども、まあ、それをこう時間内にちゃんと解き切るという、そういった、えー、まあ能力というかスキルが必要になるテストになっています。ですね、えー、やっぱり時間配分というのがテストにはつきものです。時間が特に困ってないというに関しては、まあ、もうあの問題はないかなと。えっと、ただえ、テストをと解き切ることは。 けれどもぴったし割とこう時間ぴったしタイトだなとか、まあ、5分ぐらいしか余りませんっいうのはですね、えっと、まだまだ早く仕上げられる余地がありますですね大体いい、まあ、これほんと極端な例かもしれないんですけれども、えーまあ、数学が得意ですごい得意で、えー、できる数学が本当に一番好きな、ま、科目ですみたいな子たちって どんなペースでいくかというと、2週ぐらいできます。えー、だから、同じ時間枠でで回解けるっていうことですね。まあ、結構それはまあまあ割とすごいスピードで解いていくんですけど、えー、とただただ読むのが早いとか、まあ、計算はもちろん早いんですけど、読むのが早いとかじゃなくて、えー、と時間の節約術、テクニックがすごいあるんですけど、そこら辺をもう完璧に攻略してる子は、時間が余ってしょうがないっていうテストになってます s、ね、CDMAS というのは。 まあそこは、そこで、まあ、そういう子もいるんだなぐらいでよくて、えっと、2つで終わっちゃうとか、5分ぐらい余ってこうっていうので、も計算が数学が嫌いだとか苦手っていう子でも、10分ぐらい余る感じまでは完成させられるかなと。10分余ればですね、結構いろんなことできます、最後に。要はダブルチェックをして、やるスミスを1本、2本、3本でも抑える。ここが最後の、本当にもう、 最後の点数のノーマルちどころっていうところなんですけども、目指せ、まあ、できれば10分ぐらい余る感覚でいってほしい。そのためには、ここに書かれているですね、まあ、両方ともセクション3も4も前半戦をすっかっ飛ばすっていう戦略です。基本的に1問1分で解いていくっていうのが SAT マウスで必要なことなんですけれども、まあ、これはもう本当にあの割とぴったし終わるタイム感覚ですえ。なので、これより早く解くというゴール。 が必要なんで,す、ね、で、すね1問1分で練習をするというのがやっぱり日頃やらなければいけないこと。なので、とまあ、特にそうですね、私が実際、授業をつく場合とかは、えー、1分で練習をひたすらやらせます。で、まあ、後半はですね、実はちょっとこう、し手間のかかる問題も詰まってくるので、後半戦はまあ90秒っていう時間枠で取れたりはするっていう感じですね。なので前半戦を1問,1問 後半戦は1問1.5分。という感じでいくと時間的にはまあ間違いなくクリアできるかなと。1問1分。これがですね、わそんな早いのかって思うかもしれないんですが、ちゃんとこう練習して慣れてくると、もう1分もいらないっていう問題は本当にたくさんあります。見ただけで解けちゃうとか、20秒、30秒で解けると本当にもう10秒も分か,からないよみたいな問題も混在してます。なので、要は解けるものは早く解く。 早く解けるものは早く解くでそれで余った時間をすべて、えー、焦るべきでない問題に費やすってことですね、まあ、焦ってもしょうがない問題っていうのはあるわけですただちゃんと文章読まないとねとか、えー、これはこんな焦ってもしょうがないっていうそういう計算が割とステップがあるぞとか、えー、焦るほどミスが増えてしまうよってそういう問題もあるのでそこはちゃんと落ち着いて、えー、時間をかけながらとでこういうちょっとこノーターンをつけて解くような ことができるようになります練習していくと。まあ、ただ、す、え、べ、ー、てのベースとしては60秒っていう持ち時間、60秒っていうタイム感覚を、えー、体で覚えるというのが大切になります。はい。で、えー、これがまあ時間配分です。なので、時間配分、この中で、えー、と中身をどう公約していくかということですが、えー、と直前の対策で、えー、結構いい、えー、お知らせというのでいうと、こちら。 SAT マスの問題ってですね、まあ、いろんな範囲から出題されるだろうということを、まあ、波はなっているんですけれども、えっ、ー、と、出題の約7割が、えー、もう基礎的な台数から出てきます、まあ。アルジブラ1、アルジブラ2まで一応範囲に入っているんですけども、正直ですね、アルジブラ2はもう本当にもうちょっとしか出てないので、ほぼほぼアルジブラ1で完結します。おすいません。 日本で言うならば、中学3年生までの数学で7割ぐらいです。えーとまあ、指数関数ちょっと高校1年生になっちゃいますので、あれなんですけども、まあ、指数関数の本当に基礎と、えー、グラフについてとか、えー、に関して、まあ、上は1割合。これはまあ、なんなら小学生からずっとやってるやつですよね。で、中学校はやって、で、文字式と方程式、連立方程式。中学生でやりますよね。1次関数、不等式。ここ中学生でやりますね。2次関数。 まあ一部は中学生でやって、一部高校生でやると。えーまあ、これが割と誰でも聞いたことあるような数学だと思います。えー、本当に基本的な、えー、と中学から高校、まあ、約1年生ぐらいまでの、えー、と台数という範囲。これで7割ぐらいなんですよ。えーとまあ、ほ大体7割です。もちろんあの差によって差がとこう年度年度、回数回数で少し変わったりはしますが。えーと まあ、2022年度の試しに数えてみたり、えー、してるんですけども、のえー、と5月の試験ですね。えー、と最近ですよね。えー、で、58問中、まあ、カテゴライズをこうどうするかっていうのは少し、ね、人によって違うところもあるかもしれませんが、私の認識いうカテゴリーでいうと、この台数の部分ですね。えー、40問出ます。58問中ですよ。えー、なので、 まあ何が言いたいかというと、えー、徹底的にまずこのうを鍛えてくださいという。これで600点です。40問なで600点、クリア。で、残りの3割っていうのがどんなところからっていうと、図形問題、そしてまあ統計と確率、まあ、その他っていうのはちょっとあれかもしれないこれなんかこう、すごい激レアな問題みたいな。かといって、えー、と別に難しいんじゃないです。あのなんだこれ。 みたいな問題があるんですが、基本的には上の方程式解くぐらいの話の問題が出てきたりします。なので、えっとまあ、この3割、まあ、10問ずつぐらいがこう図形問題だったり、まあ、統計。近年、ちょっと最近は実はですね統計と確率の問題がちょっとウェイトがどん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 増えていっています。まあ、なので、えっと、優先度っていうのは間違いなくまず、えっとまあ、グレール。 6 i x m t h s から始まり、7th pre-algebra, al アルジュブラ1ここ,ここをもう徹底的にまず復習するというところです。で、アルジュブラ2に関して言うと、例えば、まあ、エキスポネンシャルっていう数関数のとこ,こがあったり、まあ、ちょっとこう、クォージュラティック、二次関数を少しほかぼったりっていう作業が必要ですが、まあ、そんなのも一日あれば十分間になるぐらいの量です。ここを終わらす。これが第一。で、えー、と次は図形かというと、図形ではなく、統計です。 s t t a i タティステ p r o b プロバビリティというところですね。表の読み取りだったり、ここを、えー、次、まあ。でも、ここ割と得意な方が多いので、えーと、これが終わったら、最後図形どれどれっていう感じで見てみると、多分、あのそうですね。最初から割といいスタートダッシュが切れるんじゃないかなと思います。 でもうちょっと言うとですね、これはもう強調あのしすぎても足りないぐらいなんで、この台数のところができているとですね、残りの3割って言われている図形の問題、統計確率、その他って、どうやって解くんですかっていうと、上の方程式とかを使って解くわけです。なので、上できてないと下できないんですよ。なので、えー、っと上できてれば下ができる準備ができてるっていう、えっと、できる準備ができてる。 はいえー、なので要はもう上ができれば終了なんです上ができたらもうあの全ての問題を解くスキルが身につくという感じですあとはそれが図形なのか統計なのかっていう感じで,すでこれがこういうのを知らないままいろいろワークブックつまんでつまんで、えー、これが苦手なんだあれが苦手なんだとか計算がままならないまま方程式ちゃんと解けないとか二次関数のことでわりと分かってないまま、えー、いろいろとびとびで練習してっても まあ要はあのずっと同じ間違いを繰り返したりとか、なかなか点数伸びないなということになってしまいますので、こういったこうファクトがあるので、これを理解した上で、徹底的にアルジブラの部分を鍛えてください。多分ビッグプライテスト、簡単に感じられるようになると思います。はいで。でも、一番重要なのはっていうと、ですねもうこれは計算力です。 セティバスが求める計算力は決して高くはないんですが、あのまあ、よくですね、電池工とかインターナショナルスクールに長くいると、例えばもう小学校からずっといますっていう子だと、えー、っとですね、おそらくまあ電卓に出会い、電卓を使ってをです、ねあの、そういうことになると思います。これはもう避けては通れないという、そういうふうにあの学ぶシステムになっているので。 でそうするとですね、あのー、やっぱり必然的に計算が苦手,苦手というか、ちょっとこうミス多いなとかになったりします。具体的に言うとですね、分数の計算が、えー、やっぱり、うーん、まあ、比べてもちょっとあんまり意味はないんですけど、日本の人がこれずっと数学勉強しているよに比べると、えー、分数の計算はかなり下手かなと。で、これを、えーとまあ、そのままでいいのかというと、そうじゃなくて、ちゃんとできるようになりましょうということです。何もですね4桁桁かかける5桁とか そういう、あの、すごい能力が必要というわけではなく、本当に2桁2桁ぐらいの掛け算だったり、えっ、ー、と、分数ですね。2分の1たす3分の1はとか、ちょっとだけ難しいんですけど、本当に分数が計算すらすらと解けますかというところです。すらすら解けなきゃダメです、ちなみに。二分の1のたす3分の1が、うんうん、うん、分母を6に揃えて、6分の3、6分の2、6分の5だ。これはダメです。えっ、ー、と、2分の1たす3分の1は、 点々6分ぐらいの計算力があると700は絶対いけます。それぐらいがむしろないと700ちょっときついかなと。656.70ぐらいで終わっちゃうかなっていうぐらい。なので、計算力はですね、馬鹿にしてはいけないんですね。えー、っと、まあ、ほと紙に書いてでいいので、暗算じゃなくていいんですけれども、紙に書いて、今ぐらいな感じで、スピード感で、えー、っと、簡単な分数の計算、そして小数もそうですね、A、ができるようになること。 えー、2桁かける九九、ねえー、はとおそらくできる子多いと思うので、えー、ですが例えば1 3る7という2桁かける1桁の掛け算とかっていうのがうーんとかになっちゃうと,、えー、とちょっと計算力足らない、えー、のでこれは短期間でも大幅に改善できます。えー、と計算力は何かこう10年20年かかって作れるものなんじゃないか 持っている方も中にはいらっしゃるんですけども、えー、そんなことはないです。早い子であればですね、もうドリル一冊ポって取ってきて1週間缶詰にすればあのあ液的に変わります計算力は。でそのぐらいのそのぐらいの計算力でいいのであの日本の大学受験が求めるような意味のわかんない計算力が必要かというと決してそうじゃない。基礎的な計算これがあの当然にできるぐらいの能力があるとあの方程式を やスムーズに解くことができるようになります。簡単な1次関数、2次関数の問題であれば。それで十分なので、えー、ともしですね計算、何かな、遅いなとかつまずくなとかいう感じであれば、えーと、まずそこです、直すべきことは。そこを直さないで、えー、うまい方法はあるかというと、ある程度節約術みたいなテクニックの部分で抑えられるところもあるんですね。ただ、700はいかないかなとでも思います。 見てても、えー、とやっぱり700超える子たちは全員計算できてます。で、ちょっとなーっていう子が頑張って結果680、まあ、でも、まあ、自分の目標を達してましたみたいなそういう子はいたりもするのでの700いくことは別にあの偉いとかそれが絶対ゴールにしないといけないとかはそれによって絶対に掲げてる目標は違うのであれなんですがもし700以上を目指したいっていうことであれば。 計算力はです、ね、あの絶対に必要な能力になりますので、ここをまず一番重要な点として、えー、私からは、えー、常に伝、ね、えている点です。えっと、でその他ですね計算力があって、時間配分も理解していて、で出題の、えー、とどこがいっぱい出るとかも理解しているのであれば、まあまあ、準備はほぼほぼ完了しています。あとは、出題パターンの把握ということで、もっともっと具体的な話ですけれども、具体的に。 問題がですねまあほにいろんな感じで出てきますがよーくですね数をこなして見ていると本当に毎回同じようなこと聞かれてくる聞いてくるなとか、えー、まあ類似問題だらけなわけですね。まあ、これは本当に、ね、1個2個解いただけじゃ把握しきれない部分はあると思うんですけども例えばでもあの、まあ、私みたいな、えー、と先生に誰かついて。 で、その先生に、あこれはこういうものだよ、こういうパターンしかないよ、とか、というふうに解放を整理してもらえるのであれば、まあ、よくないですかという話なんですけれども、えーと、こういう問題しか出ないよ、これは出ない、この問題は出ない、これが出るっていうふうに、全部把握している人からあの、一通りバーって教えてもらうのが一番実はもう最短経路で、えっ、ー、と、まあ、それぐらいパターンが決まっています。 なので、まあ、自分でですね、独自でやっていく場合は、ただ数をこなすのではなく、まあ、出会ってきた問題っていう、ね、その問題をカテゴライズしてみてください、種類。例えば、これは一次関数の問題だ、一次方程式の問題だでなんか全部同じようでバーって塗ってみたりとか、これは二次関数だバーって、って塗ってみると。やっていくとですね、えー、それを横に並べて問題を見ていくと、もうたい同じことを聞いてるな、みたいな。 感じになってきますもちろんたった一つのパターンじゃありませんパターンは複数あってそれでも、うん、数えても本当に多いやつで45パターンぐらいの問題しかないので、えー、本当に問題を見た瞬間にあっていうふうに解法がすぐ頭に出てくるっていうそんなあのところまでたどり着くことができましでえー、と、まあ、下2つはですねテクニックの部分なんですが そのパターンがあるからこそ、取材形式ですね。どういう、まあ、取材形式、フォーマットで。で、あと、どんなストーリーか、ね、コンテクスト、えーとまあ。数学で出てくるストーリーなんて、たかが知れているわけですよね。まあ、日本でいうと、太郎、花子が出てきて追いかけるとか、そういうような、あ、これ、速さの問題だなとか、そういうストーリーが決まっています。えっ、ー、と、まあ、キラーワードっていうのもあります。問題の中に こ,れがこの言葉が出てきたらもう間違いなくあの問題だよねっていうような。で、下の手がかりのつかみ方というのは、実は結構長い文章がわーって書かれていて、まあ、それはあくまで意図的には、えー、生徒たちを困らすために、だらだらと長い意味のない文章を書いてるんです。えー、あえてですね、あえて。で、それを真に受けて最初から最後まで読んでしまうと、まあ、時間がまずなくなる。で、疲れる、集中力が減る。 ケアレスミス、ミ、えー、問題って何だったっけ何度も読み返すみたいなそんな現象になってしまうので本当に必要なとこだけ読む、まあ、このチラミとガンミっていうのは、えー、じっと必要なところです重要なところだけはしっかりと読む重要じゃないところはもうどうでもいいので読まないっていう感じのこういう濃淡ーーが実はテクニックとしてあります、えー、例えばっていうところであこの後具体的な問題見せますね で、いうので、まあ、この全ての問題がパターン化されてますよっていうこともぜひぜひ理解しておくといいかなと。一問残らずです。一問残らず変な問題出ません。まあ、日本の受験のような、なんか今年はあの学校で、あの大学でこんな問題が出たらしいよ。うわ、なんだこれって言って、えー、こうニュースになるようなことは、まあ、まずないですね。ずっと十数にもうずっとエセデができてたから。 質問のらず、えー、と基礎を威脱したような問題は出てません。えー、となので、もうシラバスの範囲の中でですね、FAT が公開しているシラバスの範囲の中で、もう確実に同じような問題で同じような聞かれ方をしています。なので、えー、とこのおどういう問題が出るんだろうで、それに対してどうやって解くんだろうという解放をま整理することですよねで。それをしっかり頭に入れる、まあ、ここが難しいといえば難しいかもしれませんが、 さえできればあの時間がこう短期間でもと対策ができるものになってはいます。はい。まあ問題を読んで瞬時に解放が分かるということで時間が節約できますよねっていうところですね。で、えーと、そうするとですね、メンタル、メンタリー、心の余裕もできますと、えー。余裕ができるとやっぱり、ね、集中力がぐっと増すんですね。えー、とミスもあります。 で最終的に結果的に高得点につながるよということで、えっと、正確に早く解くっていう、ちょっと矛盾したような言葉ですけども、早く正確に解くっていうことを、やっぱりですねここでマスターできると、まあ、マスに関してはもう怖いもんなしかなと思います。はい。で、ちょっとまあ具体的な問題っていうのを、えー、とざっとですけど、まあ、これどちらかというと、生徒本人もらいたいぐらいの。 あれなので、えーまあ、こんな感じで問題が出るわけですね、えーと。例えばここに円、サークルって入ってるんですけども、サークルってなったときに、もちろん円に関する問題なんですが、s a t マスにおいて円に関する問題の出題パターンって、えー、ともう2個ぐらいしかないんですよ。っていうのを知ってますかっていうことですね。知らないと、あ、これどうやって解くんだっけから始まっちゃうんですよ。どれどれとかあ、円か、円あったなみたいな感じで始まっちゃうんですが、 もうサークルって見たらああはいはい A か B ねみたいな感じのパターン A パターン B どっちって感じで見えるそうするともう頭の中でもう頭の中でこう次何をしようっていうのが決まってる状態で解けるのでやっぱり早いのがこういう文章題でもバーティカリアップワードチラッて見ただけでああもうこれあのな投げるやつよねみたいな感じどうせに時間数でしょうどうせ頂点求めんじゃないのぐらいの気持ちになって解けるんですよね えーと他にも、まあ、こんな方程式が出てきました。まあ、この時ももうあの解き方決まってますよねっていうのがあったりサイン、三角関数出てきました。三角関数はなんかもうあのよくネタにされるあれですよね、えー、と一生使わないものなんで高校でこんな習うんだみたいなわわってみんな言ってますけどもあのコサインです、えー。SAT マスでも出てくるんですけども本当にもう極小です。 乱暴な言い方すると1パターンしか出てこないぐらい、ちょっと1パターンはあ,あれなので、えー、ちょっとこう、お金のを含めて2、3パターン、えーまあ、でも2パターンぐらいかなっていうぐらい。なので、どうせあの問題っていけるんです。でも、アルジブラ2とか、11年生とかプレキャキラクャスとか取ってる場合って、三角関数ってものすごい膨大な量を勉強するので、その頭でいくと、結構構えてしまうんですよ。は三角関数どれだろうって。 すごいいろんなトピックがあるので、ただ、イセイティマスに関しては、本当に指2本で数えるパターンなので、どっちっていう感じになりますよね。こういうのもやっぱりちゃんと知って解いてる人と、知らないで初めてこういうのに向,向き合う人では、やっぱりこう、まあ、頭の疲れ方が違うという感じです。35番、アンディファインドなんて言葉出てきたら、もうパターン決まってます。何パターンしかないわけです。 こういうのも式、チラッと見たら、ああ、関数で左と右形違うね、みたいなパターンがあって、とか、えー、同じような感じですね。まあ、こんなちょっと複雑そうに見えるのも、うわーぐちゃぐちゃしてんな、なんですけど、結局、左と右の形が違うね、っていうパターンで、揃えようっていう感じの問題だったりするんですね。不等式が見えたらグラフしようです。もうこれは、不等式がチラッと見えたら、ああ、グラフグラフで角度か、というような感じで、あのー、 本当にに見た瞬間にやるるこことと決まるっていうこと例外はあるんですかっていうと、まあ、ないとは言い切れないですよね、何事も。ただ、えーまあ、ほぼないですね。ほぼないです。ほぼないです、うんまあ。本当にほぼない。だから、もうこれ見えたらこれしようねっていう感じであの勉強することができてしまいます。はい。ということで、先ほど伝えた、その今のやつを、このさっき。 最初の方にお見せしました、この 20, 分20問の問題を25分、38問の問題を55分という形で1問、ここパンタ,ンタ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 ンって解いていくようなテストになっています。えー、時間配分についてはちょっとご説明しましたね。すみません。はい、ということでですね、まあ、最後ですけども、あのー、これをいろいろ経て、経て、経て、ただまあ解き方がもう分かる、やり方は分かりました。えーえー なんだろう問題見たら解けるよ解説聞いたら理解できるよっていうことと実際に点数取れますかがもう絶対に同じものではないっていうことも知っておきましょう、えー、本番でしっかりと正確に、まあ、要は再現できるか取れるかっていうのは別問題です、えーまあ、これがだから本番の弱さなのか、えー、人によって違うと思います多分えー、っと普段練習ではあん結構ミスするけど本番はなぜかミスしない子いますよね 逆もいますよねなのでそれもある程度まあ自分のことなんで、えー、知っておくべきかなとただですねやっぱりあの練習の時点でちょっと甘えが出てる場合は本番もやっぱりそんな取れないかなと思います時間を計ろうっていうふうに言ってるけど時間を計らないで練習してるとか計算練習、えー、必要だよって言ってるけど、まあ、計算練習をちょっとまあいいやって感じで、えー、別のことやっちゃったとかいろいろあると思うんですけれども あのしっかりとやってでそれをやっぱりこう本番で緊張している中プレッシャーがかかっている中で再現するということですねはいそれは、えー、どうすればできるんだっていうとやっぱり解法をままとととめておくことだと思います、えー、っと一つ一つですねあの毎回出たら毎回違う解放で解くとかそういうテストではないのでもうあこの問題ってこういうふうに解くんだっていうこの公式が使う公式だっていうふうに。 全部リンクしてひも付いていくようなものになっているので、それをですね、まあ、ぜひまあノートとかにまとめて自分の参考書みたいなものを作っていくといいと思います。はい、で <laughs> 基礎的な計算力はつけておくこと、これはもう絶対です。えー、と誰がどう否定しようが、これはもうあのそれをもう否定するぐらいの気持ちで、僕はもう、つべんしてます、計算力については。計算力ができないな,ないい ななないいいまま、えー、と数学なんてて勉強でできるわけがないっていうことですねただあの、本当に基礎的な計算で十分です。そんなあのものすごい能力が必要ないので、ちゃんと小学生の間にやっていたような計算、分数の計算、掛け算、2、うん、かけけたそういうぐらいの計算さえ早い、高校生ぐらいの速さでですね、スラスラっとできる計算力を身につけておく。でこれは いつ誰がどう始えっと短期間じゃ全然速くならなかったよっていう方はおそらく小っちゃい子がそれやるとそんな短期間じゃ伸びないんですよ小学生が小学生なりの計算問題をわーってやっていっても目に見えて速くなっていったなっていうのは多分時間かかると思うんですけど面白いことに高校生とかがそのいわゆるドリルを使って集中的にやると 本当に2、3週間とかでも、えっていうぐらい計算が早くなったりするのが分かる。なんででしょうねっていう感じなんですけど、まあ、その大人になってから、こう、子どもの頃のを習得するっていうの、まあ、結構できちゃうっていう感じなんですよね。なので、ぜひ、あの高校生だから、計算ドリル引っ張ってくるの恥ずかしいとか、そういうことはですね、えっと、一回全部、めておいて、あの計算をちょっとやばいなっていう感じであれば、本当に練習してみてください。週間でも多分結構 変わると思います、はい、経験値これはもう練習量です。プラクティスセットを何本も何本も練習するというのがまあ最後のステップですけども、えー、必要です。なので、えー、とやっぱりまあテストを受ける前までに最低でも3つできればいい5個ぐらいのプラクティスセットをまあしっかりとした本番のまあ時間配分意識して集中した環境で解くっていう練習をするといいかなと思います。 で、まとめなんですが、まあ、勉強の進め方という、えっとまあ、ことで、これはどちらかというと直前対策というか、これからですね、これからの人たち、えー、で直前の対策の方は、えー、ここでミスしたものはないかを、えー、確認してみていただければと思います。一番はですね、アルジブラ2までの数学、まあ、GCSE だったら YA10 までのマスとか、IB は MIP10 た,たりまで終わっていれば、まあ、同等の数学が終わっています。 えー、日,本日本だとですね、ち、え、ょっとあれな、まあ、高,1高1まで、えーまあ、なんなら中3の高校受験までの数学が終わっていれば、ほぼほぼ計算に関しては問題ない、うんですが、一応高校1年生と2年生でちょっと習うものが入ってくるので、えっと、あそこはもう取り出して、取り出して別でちょっと勉強すれば、本当に、一くつかでカバーできる内容にはなっているので。 えーまあ、そこを付け加えれば準備完了です、す、えーはい、2番、ワークブック、ね。やっぱりまあいろんな問題集出てるので、ぜひぜひあの購入して、えー、練習してください。いろんなものが出てますね。バロンズとか、えー、とチューターバース、ブラック、ドセトラがいいんですかっていうようなことも聞きますが、実はちょっと問題集によって、ちょっとだけレベルが若干変わったりします。あの 私は結構バロンズを使って練習させたりするんですけど、これ少しあの難しめの設定です。まあ、あとはまあ問題数が多かったりするという意味で使ってるんですけども、まあ、バロンズちょっと難しい。なので、えっと、1人で勉強する上ではオンレベルあたりが一番いいですね。まあ、先生がついてやるなら、まあ、バロンズとか使ってもいいんですけど、数学がちょっと昔から苦手でとか、 あれば、ワロンズはちょっと最初に手に取る,手に取るものでは、えー、としては不適切だと思います。まあ、プリンスのレビューとか、えー、と、あとは、あの、青い、あの、分厚いカレッジボードが出してるやつ、とかもありますよね。まあそこら辺からがいいかもしれないです。はい。まあ、あとはですね、あの、本を、いきいき、いきいこう、何冊も、何冊も、何冊も買っていくの。の、はんまあ、おすすめはしていないです。 買っ一冊をもう徹底的に何週も何ももするぐらいいいいがちょうどいいかなとは思ってます、はい、でワークブックっていうのは、えー、っと主に2種類ありまして、えー、っと要はトピックごとの問題を扱うもの例えばだから2次関数は2次関数でまとまってるとか、えー、っとこうあそういう時間でまとまってるとかいうそれがワークブック参考書ですよねそれとプラクティステストっていう模擬のモックテストみたいなものが えーまあ、58問の、えー、テスト形式のものがまとまっているもの、2種類あります。で、順番はワークブックからで、ワークブックをまず手に取って、自分の苦手なとピこれはもう先ほど伝えました、7割が台数の問題です。えっ、ー、と、大数の問題を徹底的にまずバーって特訓するっていうのが、えっ、ー、と、手っ取り早くまず600を超える方法です。なので、まあ、そこからまず始め、で、えー、時間があるのであれば、後、OK、継と図形をやって、 でそうすればですね、全体的にまあもうあの通すことのできる、えー、ベースが出来上がっているので、そこからプラクティステストという形でやってみると、順番としてはいいかなと思いますで。このテストはですね、オンラインでカレッジボードのホームページに行くと、えー、9個か10個、10個ぐらい上がっていると思います、無料で。で、えっ、ー、と、あれ、時間がない方は、もうあれをまず10個。 10個のうちでもいい、のうちの10以でもいいんですがあそこに載ってる問題はまず全部目を通してください、えー。必ず。マスに関してはですね、マスに関しては。えっと、で、まあ、イングリッシュもあるので、まあ、イングリッシュかやればいいんですけども、ちょっとなんかこう、どうやらあそこに載ってる問題のイングリッシュは、えー、本番より簡単だってよく生徒からも。 声を聞いたりするのイングリッに関してはちょっとあのカレッジボードの公開されているものだけだとちょっと足んないかもって言っていただければと思います。バスに関しても昔はそうだったんですが、最近ちょっと液化,け液化傾向ですねあの、問題が優しくなっているようであの、公開されているカレッジボードの問題、えー、と同じぐらいかなというような声をよく聞きます。まあ、でも明日はどうななるかかわらない えっとそこだけで安心ししないいようにしていくただあの十分形式だったり時間配分だったり、えー、っと結局ですねあのパターン認識を覚えているかどうかの戦いなのでいいんですよ問題は簡単で。見た瞬間にこれは高得っていうのがパン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 できているかどうかなので多少問題が難しくなったところでそれができていれば対応できるようになるというのが、まあ、本来のですね、えー、一番の。 伸ばし方という形なんですけども、えー、3番、プラクティステストをぜひやってください。で、4番、モアプラクティステストということで、市販のされているものもプラクティステストという形であります。まあ、プリンスニレビュー、バロンズ、キャプランとかいろいろありますので、えー、っと、もう1、2、3、エクストラーやりたいみたいな方は、えー、っと、ぜひ買って練習してみましょう。えー、練習するときは絶対に時間をかかることです。でえー、っと、セクション3、4、えー、っと、まとめて80分なので、 できれば80分ちゃんと時間をとって練習すること。まあ本当にどうしても忙しいとかいろいろな理由でそれができないっていうならばセクション3と4ー分けて、えー、25分55分測ってやってください。それでもまだ忙しいんですって言ったら、えー、と10問ずつにくったりして10問を10分で解くとか,かとりあえず1分1問っていう感覚の分け方でチャンクで動、えー、か,かして解いて。 でそれでも忙しいです、それもできないですならば、えー、受験時期を見直してください、はいではえー。たくさんもっと練習したいっていう人はですね、このドクター・ジョン・チャンスですね、知っていマス16コンプリートテストっていうのがあったりしますので、えっとまああの、なんかこう、めちゃくちゃ推薦したいわけではないんですが、あのまあ、多分売られている中では一番量が多くて、えー、いいんじゃないかなと思って、実際僕もよく使ったりします。 ただ、まあの、直前でこんなに量を解けないと思うので、えー、先ほど載ってるやつからまず片付けて、えー、次はってなった場合は、ぜひこれも手に取って練習してみて、えー、いただければと思います。まあ、これで十分かなと、えー。で、これを全部やったのに点数が全然伸びないんですだったら、あの即、横ンしてみてください。あのやり方やいろいろがまずいところが多分あるんだろうなというのが予想されます。 えー、こんなことでつまずいているのならば、えー、3つですね主に、えー、と時間が足りない時間が足りないっていう場合は、えー、計算力そして、まあ、中にはですね英語力がちょっとこう分が全然読み取れないとか読むのにすごい時間かかっちゃうっていう中にはいらっしゃいます、まあ、それもですねその言っていた読む読まなくていい情報っていうのは結構詰まってたりするので、えー、と英語が多少すごいこう苦手苦手 てででもある程度対応できちゃいます、まあ、それは結構技術的なあの手こい入れが必要なので独、えっと、学ではちょっとできないかもしれないですがあの対処法はありますただあの絶対に圧倒的に改善幅が多いのは計算力です計算が早ければ早いほどあの圧倒的に時間がまずこう短くなってきますあとはもちろんあのそもそも解き方が分かんなくてフリーズしちゃうとかっていうことも起こり得るのでやっぱり そもそもの公式全部覚えてますかとか解放全部分かってますかっていうのは確認した方がいいかなと。えー、ケアリスミスが多いが。これがまあそうですね、えーと。点数が上がってきて600乗ってきて、えー、皆さんが抱える課題はこのケアリスミスなんじゃないかなと思います。えっ、ー、とですね、ケアリスミスを、えー、なくすには、もちろん、まあ、もう集中力を高めておくっていうのが一番ですが、えー、とそれだとあまりにも漠然としているので、えーとですね、対策としてできること。 は間違えた問題の分析エラーアナリシスっていうやつですね、えー間違え。自分が間違えた問題を全部ピックアップして何で間違えたかをこう記録してってみてください、えー。記録ダイエットのようなものですが、えー、と計算ケアリスミスっていっても読み間違いなのか、計算ミスなのか、電卓の叩き間違いなのか、かいろいろ種類があります。一言で、ああ、ケアリスミスだった。 っていう感じで復習してしまうと、そこから学ぶべきものが学べないままあの繰り返してしまうので、点数が伸びなくなっちゃうんですけど、えっと、毎回毎回引き算で間違えるだとか、毎回毎回分数の時に間違えてんだとか、結構人の癖が出てきます。えー、それでその問題をちゃんと、えー、意識できるようになれば、まあ、回数を重ねればですね、あの引き算が出たときにこうアラートが鳴るわけです、自分の中で。 僕は引き算でよく間違えるから集中しなきゃっていう、このあとはモメンタルの勝負なので、何で間違えてることが多いのか何が、何で間違えてることが多いのか、何で間違えちゃったのかと、えー、いうのを、ひたすらひたすら記録していくと、結構それだけでもキャリアスにし減らすことができますので、ぜひやってください。英語はわからない、まあ。さっきのお話と同じ一緒ですね。まあ、数学用語特定の表現がばーって並んでる。 のでまあ、そこら辺を抑えるだけでもだいぶ安くなったりはします。あとは形式のフナレットもありますけれども、中身をちゃんと知ることですね。中身をちゃんとして攻略しておけば、えーとそうですね、時間が足らなく、時間が間に合うようになりましたが、多分一番最初に来るはずなんです。えー、一時間通り内に全部解き切ることができましたが、ファーストステップ。であとはその中から正答率を上げていくっていう作業になるので、これ逆になることはあんまりない。 かなと思います、えーはいということで、まあ、こんな感じであのやっていくとですね、対策ってどれぐらいかかるか。うんまあ、700すでに超えている人っていうのは、本当に1ヶ月あれば800に限りなく近づけるっていうのはできると思います。まあ、600なら、うん、3ヶ月ぐらいかなっていうところ、5 0ならば半年は最低は、えー、ゆとりを持って、という場合は見ておいた方がいいかなと。 えまあ何で6ヶ月もかかるんだっていうと、まあ、お役の場合ですよ、えっと。まず計算から始めなきゃいけないから。でそこからあと必要なトピックっていうのをバーって押さえていく。それをさらに、えっとなまあ、できればやっぱ何週かして、えっと、定着させなきゃいけないんですよね。定着にやっぱり人によっては時間がかかってしまったりします。で、最後はプラクティスセットっていうものですね。時間を計って、えー、それをこう再現する。 かかったりするので結構やっぱこうステップがありますよね勉強する上でそうするとですねあの、まあ、短期間でもできなくはないんですが、まあ、余裕を持ってやっぱり取り組んでいただきたいなとは思いますはい、まあ、最後はですねまあとはいえ本当に直前の直前でとか短期集中でっていうのはもちろんやり方はありますただそれは一人では絶対できないです独学でそういうあのなんかすごい能力があればできるんですけども、えっと、そもそも数学が苦手で嫌いで っていう声であれば、なおさら、えっとその短期、短期集中型で自分で何とかしようは、やっぱりあまりにも無謀だし、えそれをやり方している人がいるんだから、やっぱり手助けしてもらった方がいいんじゃないかなと。えーまあ、一部の子たちは、う数学が得意で、バリバリできます。で、なんか対策全然してきませんでした。で、直前でチャチャチャーンってやって、何役いくつ取ったよみたいな、そんな子たちの声ばかりが、 あ,あるんですけど、こうわに、えー、当てにしちゃだめですね、そういうこと、それはもともとできてるだけなので、えーっと、そういうパターンじゃないならば、ちゃんとステップ踏んで、えー、時間をかけて勉強していくことをお勧めいたします。はい、では、最後になりますが、直前対策ということもありまして、実はです、ね、私が監修している3つのテストをオリジナルで作ったものがございまして、 まあ、もちろんその品質度の高いものとか、えー、これは抑えておこうというような問題を作ろう作った3回分のテストを、えーまあ、受けていただけるそしてそれを、えー、全部解説ビデオをつけたものっていうものが、えー、私が授業担当しています、えー、ものがあります、まあ、そこで結構いろんなテクニックももちろん話しながらやっています、まあ、ビデオ講座なので。 それだけその3回分をもうひたすらリピートして聞いていただけるだけでもあの学べるものは結構あるんじゃないかなとは思っています。まあ、そういったものがですね3回のビデオだと、えー、視聴期間は1年間ございますので、えーと、繰り返し繰り返し見て、それで学ぶという、そんなやり方もありかなと。えー、これがですね、えーとまあ、5万円であの出しているものなんですが、あの割引特定というものがございまして、3万5000円で今販売しておりますので。 えとぜひ気になる方は、えー、いつでもお問い合わせください。はいでは、ということで、えー、長丁場になりましたが、えー、とあオンタイムですね。はい、ということで、わーっといろいろお話ししましたが、えー、SAT、あのー、受ける方はですねぜひ参考にしていただければと思います。また、あの来年度は新しい SAT になってどうなるかっていうのがあって、予想されるのは ACT に 人増えるかなというようなのもありまして、えー、近々 ACT についても、まあね社そうですね、少なくはないはずなのでお話しできればと思ってますまたウェビナーのスケジュールチェックしてご関心あればあのお申し込みいただいてご視聴いただければと思います。はい、ということで本日は、えー、長い時間ご視聴いただき誠にありがとうございます。ではここにて、えー、本日ウェビナー終わらせていただきます。ありがとう